これから先生のために演奏するね。あ、いや、あの時は二人きりじゃなかったから、そのピアノをずっと練習してたのは先生に聞かせるためで、このまま披露できなかったら絶対後悔しそうだったから。う、ん？いや、そんなにすごいことじゃないよ。そういう風に期待されるとちょっと困るかも。私の演奏を。